推しの子のアニメで、まあ今 2.5 次元編やってるんだけど、まあ必ずしも実写化が悪ではないという書かれ方ではあると思うんですよね。まああくまで推しの子の場合は、まあ脚本の人が原作ファンっていうのも、まあ本当に救いだとは思ってるんですけど、まあ個人的な観測範囲なんだけど、ここ最近の漫画実写作品って割と打率良いと思うんですよね。まあ、最近になって、まあ、ネットフリックスでゴールデンカムイの実写見たんですけど、いやこれは本当に絶賛される理由がよくわかるんですよね。アシリパさんはちゃんとアシリパさんしてたし、まあ、チタタプをオハウにしてあげるのも、まあ、それはそれで原作通りだし、まあ、ちゃんとアイヌ文化とか、まあ、当時の人々のあれこれとかもちゃんと再現されてるし、まあ、シナリオ構成としても、まあ、第7師団と、まあ、最初の方のあれこれやりながら、杉本とアシリパさんに、まあ、白石が仲間になって、で、アシリパさんがオソマっていうか、まあ、味噌を入れて終わりっていう感じだったし、あ、そうそう。磯辺磯辺物語っていう、昔、ワンピースの救済の穴埋めで連載された、まあ、ギャグ漫画の、実写ドラマが唐突に始まったんだけど、これはめちゃくちゃ面白かったです。もう始まって10分ぐらい経って、磯部が宇宙猫みたいになったり、まあ、唐突に記者会見が始まって、なんで今更こんなものを実写ドラマにするのかみたいな自虐ネタやってたり、全体的にシュールギャグっていうのをちゃんと大事にしてるなと思った。あの、初数のシーンも今後に期待ですかね。うん。いや、テレバーで見てるけど、マジで面白いですよ。あとは星屑テレパス、まあ、これはキララ系だけど、ぶっちゃけ原作っていうか、まあ、アニメは超えてると思う。 AKB の、まあ、若手の人を連れてきてるんだけど、まあ、演技力はそこまで悪いとは感じないし、まあ、ぶっちゃけ良くも悪くも、まあ、可愛い人を連れてきてるから、まあ、その辺でテーマに合ってるなと思ってて、あとペットボトルロケットを作るシーンもちゃんとロケット作ってたり、こう決めるシーンで AKB の曲が流れたりとかして、まあちゃんと盛り上げてきてんなと思うから、星テレはいいですね。うん。あとはジャンプラのさっちゃん僕はもう、これ高木さんドラマの後番組なんだけど、うん、これは実写ドラマじゃないとできない漫画ですね。アニメでやるとしても、まあ ATX 枠ぐらいでやるかなって感じ。まああれですよ、スクールデイズみたいな展開をやってんだけど、元カノ振って、まあ、隣の人妻とまあ一線を越えるみたいな話なんだけど、これもやっぱり実写ドラマだからこそ良いなって感じはします。ちなみにサチボクで僕がおすすめしてるのは、まあなっちゃんなんですけど、なっちゃん最初あれ出るかな。うん。まあなっちゃんエンドやってこそのサチボクだと思うから期待してます。というわけで、僕はあれちゃんと見てから考えないとダメだなと思うんですよ。実写ドラマもアニメと同じで、まあ、ひどいものは確かにあるんだけど、まあ、良いものもちゃんとあるから、そういう部分もまあ見てあげないとダメかなと思うし、やっぱ作る側としてもそこら辺のコミュニケーションのが大事だよねって思います。うん。ただの実写アンチになっちゃダメだよねって。ウルトラマンや仮面ライダーや戦隊もまあ見てない人がまあ実写叩いてたりするけど、それはただのジャンル叩きであって、まあ、ちゃんと見てからどうこう変わらないとダメかなと思う。まあ、今後はちゃんと、まあ、教訓とかとして生かしておいてほしいですね。